それでは次にあの杉林のトンネルを抜けて、159丁席、158丁席を紹介したいと思います。それは、まあ、いわゆる足立康則が寄進した石でもあるんですね。はい。ここがこのかなり暗くって鬱蒼としてるんですけども、昔なんか特にそうだったと思います。で、白洲雅子さんが西行という作品の中で調子道を紹介したところがあるんですけど、そこでその地味毛量が出てきそうなポイントがあるっていう、そういうふうな表現をしてますけども、まさにここのことなんじゃないかなと思ってます。なんかトンネル入っていくみたいですね。ああ、そうですね。バス帯をしてちょっと光が入っているんですけども、昔はもっと薄暗かったですね。前先生歩かれた時よりもだいぶ明るいんですね、これ。そうです、明るいんです。あの間これ伐採したんで、はい、ここもっと暗くて気味悪かったんですよ。ああ、そうですか。はい、まさに白洲雅子さんが言うように地味毛量が出てきそうで、この道を空海さんが、そうですね、お母さんに会うために、はい、月に九度って書いてましたね。九度ですね、九度山。それが九度山の名前の言われになってるんですけども、はい、月に九度って言ったら3日に1回ぐらいですからね。そうですね、すごいですよね。あ、見えてきましたね。はい、これが159丁ですね。先生、この言われは、はい、あ、これここに159丁ですね。で、秋田城之助、はい、藤原阿孫安森ってこうなってるね。安森ですね。いわゆる足立康盛の職名ですね。で、足立康盛がこの調子道を陣頭指揮して、そして20年かけて完成させたということで、まあ時の権力者でもあり、ポイントポイントに5基ほど、はい、寄進されてます、ね。一番最初のその、石なんですけども、次の石も実は足立康盛なんですよ。そうですか。で、ここがその昔大河ドラマに時宗があったでしょ、はいはいはい、その時の一番最後のその時間にそのゆかりの土地を紹介するじゃないですか、はい、その時にこの石をちょうど映し出したんです。逆にそういう足立康盛がというやつがちょっとあった方がまあ、康盛という名前で
ちょうど足立康盛というのがまあ分かるんですけどもね、秋田丈之助と言ったってちょっと分かりづらいですよ ね、はい、しかしすごいですね、まあ、足立康盛はつれづれ草の中でも、馬の名人として出てくるんですけどね、この馬は非常に暴れ馬やから、もう乗ってはいけないとか、そういう見ただけで馬の良し悪しが分かるほどの馬のその達人だったと言いますね、足立康盛ね。まあ多分だから馬を駆使してこの道を作る時に陣頭指揮したんじゃないでしょうかね。はい、ちょうどこの角度から紹介してましたね、はい、大河ドラマの時は。